はい、こんにちは、こうです。今日も漫画紹介やっていきましょう。今日紹介する漫画で、ちょっとホラー要素の入った最高サスペンス漫画っていう感じですね。まあ、学園ものの漫画でちょっとホラー要素が入ってるって感じで、かつ謎解きっていうものが含まれた、まあ本当に定番で面白い感じの作品ですね。まあ早速今日の漫画紹介していきましょう。こちら、ある日少女は神となるね。これね、めちゃめちゃ面白いです。この絵柄からね、ちょっとホラー感は伝わってくると思うんだけど、これね、怖いけど読んじゃうんだよね。まあ、簡単にあらすじをね、紹介していきましょう。母の勧めで田舎の女学園に通い始めたノラっていう女の子。まあ、彼はずっと病気がちで学校通ってなくて、まあ、病気がね、回復して田舎の学校に転校してきたっていう設定だよね。で、しかしそこっていうのは宗教学校みたいな感じのところだったんだよね。何を崇拝してるかっていうと、天下っていう神様、天の花と書いた神様を崇拝してる。まあ、ただね、別にその入ったからって言ってなんかその宗教地区とかっていうわけではなく、まず最初普通に授業を受けて仲間も友達もできてって感じなんだけど、ある日ね、田舎の宗教校だから広い敷地の中にその神様がいるっていう入っちゃダメなね、土地があるわけよ。で、やっぱりよくわかんないから、ある日ね、ノラは友達と一緒にその立ち入り禁止のノラ様、天下っていうね、神様のいる土地に規則を破ってね、入っていくわけよ。で、そこにはその土地に入っていくと、その神様が住むと言われる館があるわけよね。で、その館に忍び込むわけよ。で、すると館の人間に捕まって謎の薬を注入されてしまう。で、それは友達も一緒、2人ともその注入されてしまうんでね、その謎の薬を。その薬を注入されて、その友達、一緒に忍び込んだ友達は死んでしまうんだよ。で、自分も撃たれて、ああもう死んでしまうと思った矢先、なんとこのノラっていう女の子は生き延びるんだよね。生き延びた瞬間、周りの館でこう、なんていう、捕まえて自分に薬を打ち込んだ人たちっていうのは、なんとすごい自分に敬語で話し出す。なんと自分のことを天下様と呼び出すんだよね。この宗教学校では、この薬を打つことにより、言ったら神様になれるんだよ。ただ神様になれる人が限られてると。で、ノラはたまたま神様になれてしまったわけだよね。ただやっぱり、不気味だし、友達を殺されたし、ノラって女の子が怒るわけよね。この天下っていうのが一体何なのか、神様になったけど天下とは一体何なのかっていうのを追求していくのと、で、やっぱり、この学園から抜け出そうと、で、何としてもこの学校の闇っていうのを暴いていこうっていうところから物語がスタートします。いや、本当にね、読んでてゾッとする恐ろしさなんだよね。この神様ね、宗教の怖さというか、何が正解で何が不正、何がおかしいのかっていうのも、なんかだんだん分からなくなってくる。ただこのノラっていう女の子が唯一ね、こうちゃんと自分の中の芯を持って、なんていうんだろうな、この闇に立ち向かっていくっていうところが非常に面白いですよね。本当ね、登場人物が全員怪しく見えてくるし、全員裏の顔があるんじゃないかっていうふうに疑ってかかってしまう。そんな感じでね、もう本当何が正解なのかっていうのをね、どんどん突き詰めて、どんどんすごい続きが気になる、そういう作品ですね。ある日少女は神となる、めちゃめちゃ面白いです。よかったらぜひね、一度チェックしてみてください。ちなみにこちらの漫画はね、こちらガンマっていうアプリで、基本無料で読めますんで、よかったらね、ぜひこのガンマっていうアプリ落としてもらって、ぜひ一度チェックしてみてください。こう、推理もの、サスペンスものが好きな人っていうのはハマるんじゃないかなっていうふうに思います。そんなところかな。それではね、今回僕の話、この話を聞いて、ある日少女は神となる、読んでみたいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。読んだよという人はね、ぜひ下の方のコメント欄に感想を書いてくれると嬉しいです。それではね、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。